ぷぷーぬるだよ。みなさんこんにちは、ぬぬファクトリーのぬるです。今日の動画はこちら、格安ポリッシャー両尾の RSE1250 のパッドとベアリングを交換していこうをやっていこうと思います。というわけで今回もホームセンターで購入できる格安ポリッシャー RSE1250 のカスタム動画になります。一番最初はブレーキリングを外して回転力をアップさせました。次に2メートルの純正コードを5メートルの延長コードに変更するカスタムをしてきました。まだそちらの動画見てない方はその動画も合わせてご覧ください。今回はカスタム動画第3弾ということで、こちらのパッドとブレーキリングを交換していこうと思います。今回はこちらのパッドとベアリングに交換することで、より回転が滑らかになって低重心で磨けるようになります。回転が滑らかになるとポリッシャーが安定して持ちやすくなりますし、低重心で磨けるようになると研磨力がアップします。今回のカスタムも比較的手軽にできるカスタムかなと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは行ってみましょう。それでは今回使っていく材料を紹介していきます。今回の商品はすべてモノタロウで揃えることができます。モノタロウで買うのが一番安く買えるかなと思うんですけど、中にはセット売りで販売しているメーカーさんもあります。ちょっと値段が高くても楽して買いたいという方はまとめ買いもおすすめです。ちなみに今回は6500円くらいで揃えることができました。では一つ一つ見ていきます。まずはこちらの黒いパッドが今回交換していくパッドです。純正パッドに比べるとすごく薄いのが分かりますよね。なのでより低重心で磨くことができます。次にこちらがベアリングです。これは後で分解してみて純正品と比べていきたいと思います。それではカスタムに入る前に現在の両尾の磨き心地を見ていきます。今回はこのテストパネルを用意しましたので、まずカスタム前の状態でこのパネルを磨いていきます。今日もコンパウンドは 3M さんのハードワンで、バフの方はウールバフになります。で、回転力はカスタム前もカスタム後も同じく4でやってみます。くらえ。ちょっと4じゃ物足りないから5にしよう。これぐらいがいいね。やっぱり回転力が上がったんでコンパウンドも切れるの早いですね。うわ、つやんつやんやん。わちがね、外で一生懸命育ててたこのテストパネルも改造した両尾にかかればこんなに綺麗になります。今のこの状態でも DIY で使うレベルだったら全然問題ないです。ただし回転力がやっぱり上がっているせいで少しポリッシャー自体が暴れやすくなっているんですよね。なのでしっかりと手で押さえて暴れないようにしていかないといけないです。それでは早速カスタム作業の方を入っていきます。まずはこのパッドと本体を止めているこの4本のネジですね、これをいつも通り外していきます。はい、ネジが取れたらこちらの純正パッドを取り外していきます。パッド交換だけだとこのまま新しいパッドを取り付けていけばいいだけなんですけど、今回はベアリングも交換しますので、この純正のベアリング部分も外していきます。
はい、こんな感じです。それではあとは逆の手順で戻せば完成だったので、もう戻しちゃいました。でパッドを交換してみた感想としては、まずこのパッドがブラックなのでめちゃくちゃかっこよくなりましたよね。こんな感じで、純正のパッドはこのようなオレンジのパッドだったので、これもまあ良かったっちゃ良かったんですけど、やっぱりチープな感じが出てますよね。でパッド自体の厚さの方も純正に比べるとかなり薄くなっています。なのでかっこよくなったのに、より低重心で磨けるっていうね、最高のパッドに変わりました。では試しに新しいパッドでこの面を磨いていきます。でコンパウンドとバフ、それと回転数は先ほどと同じですね。いくぜ。くらえ。わお、なんかすごい安定感。カスタム前は結構力入れてガチッと持っとかないと暴れるっていう感じだったんですけど、そんなに力入れなくてももう暴れないですね。かなり低重心で磨けてる。で圧とかは、お、圧もかけやすくなりました。今まで圧をかけると回転が止まりやすかったんですけど、新しいパッドに交換したら圧をかけても回転止まりにくくなりました。全然止まらない。これぐらいね、めっちゃ力入れてやっと止まるかなぐらい。だからだんだん研磨に慣れてきて、もっと傷を負いたいっていう方にはすごくぴったりかも。しかもカスタム前もかなりコンパウンドのキレは速くなったなと思いましたけど、より速くなりましたね。これは楽ちんだ。面白い。こんなに違うんだ、パッドで。よりなんかツヤがすごく出てる気がする、カスタム後の方が。もともと磨いてたパネルなのでそこまで大差はないです。でツヤの感じもどちらもいい感じですね。ただこちらのカスタム後で磨いたパネルの方がここまで仕上がるのに時間がかなり少なかったと思います。なので低重心パッドに変えたことで研磨力もアップしましたので、時短で磨くことができました。カスタムした感想としては、パッドを変えたことで低重心で圧も加えやすくて研磨力がアップしたっていうのをかなり実感することができました。ただベアリングを交換したことによる回転の滑らかさっていうのは私の場合あまり分かりませんでした。なので研磨に慣れてきてもうちょっとレベルアップしたいっていう方は、まずはパッドを交換するだけでも十分な効果が得られるんじゃないかなと思います。今回のカスタムはドライバー1本で完結できてかなり簡単にできましたので、ぜひ気になった方はやってみてください。はい、というわけで今回は両備の RSE1250 のカスタム第3弾としてパッドとベアリング交換をしていきました。前回の 5m コードに延長カスタムに比べると今回のカスタムはかなり簡単にできましたので、ぜひ皆さんやってみてください。そして今後のこちらのポリッシャーのカスタムとしては、もう私使い込んできてかなり全体的に汚くなってますので、オールペンをしていきたいなと思っています。もうある程度オールペンをしてくださる業者さんは見つかっていますので、ちょっとその方にお任せして、もっとこのポリッシャーをかっこよくしていきたいなと思っています。このポリッシャーはカスタムしてより楽しめるポリッシャーかなと思いますので、ぜひ皆さんも使ってみてください。それでは今日はこの辺で。ヌルでした。バイバーイ。